はい、こんにちは、森氏です。春が待ちきれないあなたに、とっておきのブランドをね、ご紹介していきたいと思います。これから自転車乗ろうっていう方、そういう方ってまだまだサイクルウェアのね、ブランドを知らない方も多いと思うので、ちょっと順番にね、自転車を乗り始めたら押さえておくべきブランドをね、ご紹介していきたいと思います。まず第一弾は、これから乗り始める人も、今まで散々乗ってきた人も待ち構えてる、このブランド、アソスでございます。それでは行きましょう。リリン はい、お待たせしました。ついにね、春の第1弾としてアソスが入荷しました。他のブランドに比べてちょっとだけね、早いんですよね、アソスって。なので、これからね、自転車乗る人が絶対押さえておくべきブランド、第1弾はアソスからスタートします。アソスね、ちょっと細かく話していくと、すごいプロダクス数も多いですし、歴史も長いので、今日はちょっとこの、見るというシリーズで、ポイントになるところだけ押さえさせてもらおうかなと思ってます。細かい機能の説明は商品ページ見ていただいたりとか、あとこれから徐々にね、また YouTube なんかで紹介していきますが、今日はね、商品ごとで僕が ポイントだなと思った一点だけをご紹介して見せていくみたいな感じで進めていこうかなと思います。で、アソスを知らない方にそのカテゴリーもね、またちょっと細かく説明していきたいんですが、以前細かくやってる動画があるので、もしご興味ある方は、アソスについてみたいな動画をいくつか出してますんで、そちらも参照いただくとより理解が深まると思うんですが、まずね、ロードバイクに乗る人が押さえとくべきカテゴリーとして3つあります。ミレというレンジと、エキップ RRS というレンジと、RSR。 というレンジですねこの3つ何が違うのっていうと RSR っていうのはねもう値段もめちゃくちゃ高くてツール・ド・フランスが出てるようなプロが使うものを商品化したものなんですねまんま一緒ではないものもありますけどもめちゃくちゃ値段も高いけどめちゃくちゃ高機能みたいなのが RSR しかもタイトフィットでエアロでみたいになってるんでちょっと普通のねオンロードの方にはあんまり縁がないものかなと思いますで普通の方々が着るべきものはこのミレットエキップ R ・ RS というレンジなんですねでこれ何が違うのっていうとこのエキップ R ・ RS っていうのはやっぱり冷静 フィットってて言われてるもんで結構タイトフィットでしっかり走る方向けっていう感じですかねでこの「ミレ」というのはもうちょっと一般のユーザーから初心者からデイツーリングやる方までっていうところがターゲットになってますただそれ聞くとじゃあ大体ね東京ウイルスのお客様なんかみんなあじゃあ俺ミレだなと思ってしまうんですが実はこの「レーシングフィット」っていうのも結構機能がいいものがいっぱいあってですねそんなにタイトじゃなくて着心地がいいものもあるんですねなので選ぶんであればね両方から見て選んでいただいた方がいいかなと思うんですねで着て,みて実 自分に合うものデザインかっこいいなと思うもの機能的にこれ欲しいなと思うものを買ってもらっても構わないんですが、まあ、本当に大ざっくり言っちゃうと GT の方がちょっと値段が安くてコンフォートフィットレスですとでキップ RRS の方がちょっと値段も高めで高機能なんだけどタイトフィットですみたいな違いがあるので本当に初心者の方でアソソをこれから試したいなって方は今日紹介するミレからスタートでもいいんじゃないかなというようなものになってますでしかもミレの中でもちょっとグレードがまたありますんで今日はその辺の話も軽くおさらいしながら進めていきます はい。まずね、このミレーでね、どこから行きましょうか。アソスといえば、売り上げの7割がビブショーツなんですね。世界最高峰のビブショーツって言われていて、アソスのビブショーツ、ビブパッドの作りだとか、ビブショーツの設計とか、ものすごい優れてるので、まあそこから紹介してもいいんですが、ちょっと今日は上から行きたいなということで、まずサイクルジャージの方から説明していきたいと思います。え、以前までは、僕はもうアソスって言ったら黒だろうと。アソスの黒って高級感があるから、まあアソスの黒絶対着た方がいいよってことだけを言っとけばよかったんですけども、なんかね、 シャレっ気出ちゃってんで,す、ね最近ね、で、こんだけこう、色のラインナップが出てきました。で、以前までだと、アソスの黒かっこいいよって言って黒がかなりよく売れてたんですけども、まあ、それに対抗してこの白ですね。この白黒がやっぱりアソスっぽいねってことですごいよく売れてたんですよ。昔アソスのロゴも白黒だったし、アソスプロショップね、行くとやっぱり白黒でわーっと統一されてるんで、やっぱりイメージカラーなんですね。で、加えて売れてくるのが、こういった赤とか、蛍光イエローみたいな色とか、ちょっとこう、セーフティ意識が高いみたいなサイクリストっていう感じで、それがまたかっこいいんですよ。なんかな ててるる感感があって安全に対する意識高いなみたいななみたじであとオレンジとかね蛍光系がねやっぱ人気だったんですがなんかね最近ちょっとこうしゃたね色をね出し始めたんですねアススもね今こういったアースカラーってやっぱりトレンドじゃないですかなのでやっぱりそういった色欲しいよねという声に応えてついにこんだけのカラーバリエーションが出てきたというのがこのミレ GT のジャージです色としてはまずベーシックカラーでこの白黒があって グレーですねこれ新色ですね。あと、ルナーレッド。これも新色ですね。あと、ムーンサンド。あと、ジェネシーブルー。ここまで新色かな。あと、タイタングリーンが去年からですかな。という感じで色の展開があって、これ今僕着てる黒を含めて7色の展開ですかね。っていうのがベーシックなカラーのバリエーションになります。とはいっても結構かっこいい色が色々出てきてるなっていう感じですかね。で、これがね、えと2 1890円。で、ちょっとだけ値段上がるんですが、こういう風にブラッドシリーズってデザインが入ってるやつが入ってきてるんですね。こちらですね。これが3色。 かなムーンサンドをベースにしたのとジェネシーブルーをベースにしたのとあとちょっとねこう派手なパープルこれなんかもね着るとすごいかっこよかったですねっていう感じのものがありましてこれが3色仕様はね全く一緒なんですがデザイン違いということで、まあ、ちょっとこの辺にブラッドっていう、まあ、血液とかそういう車輪とかそういう意味があるらしいんですがそういったデザインのモチーフになってるというものになりますでこのジャージね色々特徴あるんですがさっきもたけど語ると長くなっちゃうんで僕が一番気に入っているポイントはどこかっていうとですねこの生地感ですかねビッグリアル っててていう生地が使われていて裏側見てもらうと分かる通りちょっと格子状のね凹凸のある生地になってるんですでこれが普通のいわゆるポリエステルのこうペターンとした生地だとやっぱこう肌に張り付きやすくなっちゃうところを防いでくれて肌離れがよくまあ蒸散性も高く使うことができるというジャージになってますであとですねこの生地は横伸びはすごくしてくれて体に追従してくるんだけど縦伸びがあんまりしないのでこのポケットとかもね結構物を入れてもあんまりだれることがないというようなのもポイントになってますトトリプルランプポケットって いうね、このポケット少し間違ってかなりね物をねいっぱい入れることができるようになってる仕様なんですが、まあ、そういったところにもこの生地が活かされてるという感じですか通常だとねこの裏にこう一本伸びない生地入れたりしてここの伸びを防いだりするんですけどもまあそういうことやったらやっぱここが二重になったりしてまた熱くなったり伸びが悪くなったりしちゃうんですがメインのファブリック自体がそういう機能を持っていることで汗かいても全体はこう着心地よくここだけこうしっかりとポケットが伸びないでだれないでくれるというふうになってますであとはですねこのミレシリーズの大きな特徴としては お腹のカップグの言い方って言い方がいいんですかね。まあやっぱり僕らぐらいの年になっていくると、まあ体型も少しふくよかになったりするじゃないですか。で、お腹もちょっと出てきたりするんですが、このミレシリーズは、ジャージもビブショーツも、そういった方にも対応できるようにやっぱ作ってあるんですね。まあもちろんね、アソソキだったらもう体鍛え上げて、もうバッチバチに切ろうよっていうふうに言いたくなる気持ちもわかると思うんですけど、まあ僕らそんな別にプロになるわけじゃないから、そんなね、生活してないじゃないですか。そこに対してアソソはちゃんとミレという回答を出してくれていて、このジャージもね、横のパネルが かなりこう伸びることによってお腹周りが少しこう出てる方でもストレスがないように作ってあるんですねだからいくらねかっこよくてもねなんかツーリングツーつらいんじゃほんと意味ないんででかつそれがつらいとなると皆さんやることはサイズを大きくしちゃうんですよねそうするとこの辺が全部肩まりが全部大きくってなんかこうシワが入りまくってるダラダラのジャージってなるとさらにかっこ悪くなってしまうというところをあえて彼らはちゃんとサイドパネルを伸びるようにしてですねお腹のところを楽になるような設計にしてあるというところも「ミレの大きなポイントです あとはねねこここの袖周りでですす、ね、ここやっぱレーザーザカットなんですよ正直ね今2万1800円2万4970円ってこの2つの種類の値段なんですが今やっぱりサイクルジャージってすごい値段が上がってきてるので安い方に、ね、入ってきちゃうんじゃないかなと思う価格でちゃんとここをレーザーカットでこんだけの密着度にして作り込んでるっていうところってなかなかないので、まあ、そういう意味ではコスパが非常に高いいいんじゃないかなかと思いますあの今日ね ASOS っていうのを名前を聞いた方はご存知ないかと思うんですが5年前10年前までは ASOS あ高いあのブランドねっていう印象だったで ですよ本当になんか全てのものがものすごい高くって、まあ、今の価格感でいうとジャージ4万円みたいな感じでしょうかね、まあ、それぐらいな感じでしたなんですが徐々にアソスも体制が変わってきて作り込んだ機能をちょっとこうディフュージョンして落とし込んでいくってことをかなりやってくれてるので、まあ、そういう意味ではこのミレーのジャージって機能はかなりいいんだけど買いやすい価格の収まってると。 と,いうところで、はおすすめしたい一品になりますであと1点ね、このジャージについて、今年自転車のレジプト方はご存知ない方というか、まだ理解できてない方も多いんですが、このインナーをね、必ずこだわってください。ちょっと今これ下に変なの着てるからかっこ悪いんですけど、サイクルジャージの機能がどんなに良くてもですね、インナーがサイクル用じゃないものとか、ほんと機能がないものを着ちゃうとですね、全くこのジャージの良さが生かせないんですね。で、自転車始めたばっかりって、皆さんちょっとジャージの方に聞いとられて、ジャージどれがいいかなーつって探されるんですけども、せっかくいい ジジャージを買ったで、インナーにはどういう機能を求められるかというと基本的には考え方はこれがベースレイヤーでこっちがファーストレイヤーっていうんですかねになった時にインナーは汗を吸い取ってとにかくこっちのサイクルジャージに汗を移せさせるっていう機能を持ったものを買ってくださいで、そうするとベースレイヤーが汗を吸い取ってサイクルジャージに汗を移してサイクルジャージが汗を蒸散してくれるという機能基本的にはねサイクルジャージって汗を蒸散 すすするる機能にすごいい優れてるものが多いんですねなのでベースレイヤーが体からこう汗を吸い取って移籍させてくれるというちゃんとした機能を持ったものを買わないとその機能が最大限に発揮できないのでそこを気をつけてほしいということとあとは見ての通りかなりタイトに来てますよねでサイクルジャージはやっぱりかなりタイトにすることによって汗がこうやってどんどん外に出てく機能を助けるように作られてるんですねなのでこれゆるゆるにしちゃうとその機能がやっぱり半減してしまうのでなるべくこう密着度が高い方が快適に使えますということをサイズ ときは注意していただきたいなと思います。 はい。で、お次がですね、このウィンドジャケットです。さっきね、自転車乗り始めたばっかりの方では、この辺の重要性ってまだね、ご理解いただいてない方も多いんじゃないかなと思うんですね。サイクルジャージ買ったぜ、天気もいいぜ、走り出せってやるんですけども、それだとね、やっぱりカショカショによっては寒いとこ出てきちゃうんですね。例えばまあ朝と晩はもちろんですけども、あと意外にこうサイクリストって山に登ったりすることが多いんですね。なので、ちょっと高いとこ登って日陰になったりすると結構気温が低かったりするので、そこで寒いことになったり、あとは下りですね。下りの寒さって経験 なないいいい方わからないと思うんですけどすごい寒いんでですすご寒ガチガチ体が震えるほど寒いので,でそういう時こそまあ本当は集中しなきゃいけないんですねでもあまりの寒さにちょっと集中力が切れたりして事故ったりしやすいのでこういったパッカブルになるバックポケットに入るレベルの保温のねウィンドブレーカージャケットとジレっていうのは必ず携帯するようにしてくださいでそういった意味でサイクリングウェアのこういったウィンドジャケットジレっていうのはすごく充実してますので、まあ、お好きなものを選んでいただきたいんですが特にこのアソスルが優れている点は何かというとですね そのフィッティングの良さですウィンドジャケットってやっぱ着たり脱いだりするんですねなんか信号待ちでサッとこうやって着たかったりするんですねでパッと羽織って着やすいように彼らってこの人にこういうパネルを切り替えにしてあってすごく伸びるパネルを使ってますでこれによってすごくこうストレッチしてグッと着やすくなってるのとあと着た時のフィッティングが非常によくなってます こんな感じですね。ウィンドブレーカーって難しくて、この風を避けたり、まあ水を避けたりするところって、基本的にこういうシャカシャカのものになるので、あんまりストレッチしない素材が多いんですよね。で、アソスのものはね、若干こうストレッチしてるんですごく着心地がいいんですけど、それでもやっぱり微ストレッチなので、ここまで体にこう追従はしてくれないんですね。そこをアソスはわざわざここをパネルを切り替えることによって、体の密着性を高めてます。見ての通り、この肩周りとかはね、すごくフィッティングいいですよね。通常だとやっぱりウィンドブレーカーで、 こういった素材のみで作るんとか入れていっちゃうとどんどん値段が上がるんで基本的にはこういうシャカシャカ素材のみで作った時にパターンでこうやって逃がしていくんですけどどうしてもやっぱり肩周りとかこういう複雑なところって余るんですよねそれをとにかく究極的になくしたいとそうなると何が起こるかっていうとさっき言ったように肩が余るということでなんかバタバタしてしまうんですよね見た感じもかっこ悪いとあとは着心地もねやっぱりジャストサイズできると着たり脱いだりするとき不便だということもあって皆さんサイズ上げられちゃうんですよねで上げたら上げたでまた余りが増えて 下りの時とととかかかにババババタバタタバタするる風の抵抗を受けるとかそういう風になってしまっていてなんかもうどっちつかずな感じになってしまってる人が多いんですがこのアソスのやつはやっぱさっき言ったようにここをパネルをねストレッチさせることによって体の密着かたサイクルジャージ並みじゃないですかぴったりですよねになってくれるのでバタバタすることもないし着脱もすごく楽という風になってますでこのピッチングの良さがとにかくいいんだってねアソスの代理店の寺本さんが言えって言ってたんでねこれを強く今押してますでまあ確かにこののウィンドジャケットの良さ何が一番特徴なの なって言ったらそこだなと思います僕もやっぱりウィンドジャケット着る時にいつも不満だったのはこの辺のあまりだったんですねで海外もんだからしょうがないなとか思いながらまあまあまあと思って来てたんですがここまで密着度がしっかりしてるジャージみたいなウィンドブレーカーっていうのはちょっとあんまり見ないなと思いますんでそこはおすすめですであとは色ですねウィンドジャケットがこのムーンサンドっていうベージュみたいな色とネイビーあとまあど定番の黒でジレがですねちょっとこのアソスらしい黄色ですね誰が着んのって思った方はちょっといると思うんですよだけどここううういう安全にねこう配慮し 色っていうのは、ね、自転車に乗って3年ぐらい経つとねもうそれ着てる人超かっこいいなと思うようになるんでこれ使ったかっこいいスタイリング作ってあるんで後でお見せしますであとはこのムーンサンドですね同じ色ですねあとネイビーと黒とこれはもうジャケットにもある色ですね、まあ、こういったところが色の展開としてはあります あとね、アソスといえばビブショーツですね。僕が今履いてるのが GT というビブショーツで、こいつが GTS と言って1万円ぐらい高くてより機能が高いもの。 で、こっちがハーフビブショーツになってて、これは GT なんですが、このいわゆるビブがないものですね。こういうバンドがないものというふうになってます。機能はほとんど一緒なので、この GT とこの GTS の違いといったところをね、ちょっとお話していきたいなと思います。まあやっぱりアソスのビブショーツすごく人気で、エキッパ R とか RSR のビブショーツっていうレンジもすごく人気なんですが、特にやっぱりよく売れるのはこの GT とこの GTS です。なので、アソス初めての人とか、初めてじゃなくても、なんとなくもうきちんとしたビブショーツがとにかく欲しいんだって方は、 この辺り選んでですで今回ね目玉なのはというかまあポイントなのはこの GT の方が、えっと、マイナーチェンジで新しくなってますこの GTS は去年からモデルなんですがこっちが新しくなってますアソスってほとビブショーツのメーカーだっていうぐらいめちゃめちゃ細かく機能があるのでちょっとそこはね今日は省かせてもらいたくてまた別の機会でやっていきます大きいポイントだけお話していくとまずこのビブショーツの GT 新しく出てきたんですが値段がね2万3980円って言ってかなり安いんですね今まで本当アアソスのビブショーツって言うと3万 4万だ当たり前だったんですね。手したラ5万だ6万だっていうのもモデルも,もちろんあるんですけど昔はもうそれぐらいの価格感を出さないと買えない最高峰ビブショーツだったんですけども、まあ、ついにねこの2万3000円台が出たっていうのはちょっと衝撃です。じゃあその分全然ダメなのかっていうとあんまり言いたくないんですけどこれねかなり作り込まれてます。というのはやっぱり彼らって普通のやっぱりサイクルウェアブランドってビブショーツって大体レーサー用とまあコンフォートフィットの2つぐらいしか持ってないんですね。モデルとして。でそれにちょっととカーグポケットがついたりとか なっっったりてて言ってバリエーションが増えるんですけど彼らはさっきも言ったようにミレというレンジンの中で2つでエキップ R の中でも R と RS でもう一つプロ向けの RSR っていうのがあってそれ以外に GTO だなんだかんだって言ってトレイルラン用だ長距離用だって言ってビブショーツの本当にフィッティングのモデルだけでも7から8種類ぐらいあるんですよでそれを順繰り順繰りレベルアップさせてってるんですねそれを何十年もやり続けててその中で研究した結果をずーっとアップデートし続けてるという感じなので、まあ、彼らの中でのビブショーツに すするの本当に凄まじいものがあってですねちょっとこの辺のところまた細かく話すときに紹介しますけれどもそんな細かいところまで研究するんだみたいなところがテクノロジーとして落とし込まれてるんですねでこの GT って何なのじゃあっていうとそれらをぐる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 作り込んだノウハウをなるべくそれでも値段が高くならないように全てのテクノロジーを突っ込んだのがこの GT だというふうに彼らは言ってるんですねなのでもちろん RSR っていう最高級モデルには最高級の生地が使ったってすっごく手間のかかるテクノロジーがあるのでそういうもの は載せられてないけどももそれれ以外で乗せられるものっていうののはかなりのレベルで乗せてあるそうななんですねなのでその値段の割にはめちゃくちゃ品質が高いものになってるということになってるんじゃないかなと思います正直そのどこぞの大手の EC サイトで1万円ぐらいで買えるっていうものを買うぐらいだったら圧倒的に1万円プラスしてこっち買っちゃった方が全然クオリティは違うものになってるというふうな自信がありますでポイントはねやっぱり生地とパッドなんですが本当に細かいところちょっと話すとすごい長くなるんで今日はごめんなさい割愛させてくださいただ本当最上位モデルで使われてる バタフライパターンって言われている、このビブショーツ自体がバタフライみたいなした生地と、もう一つの生地の2枚で構成されているので、縫い目がめちゃくちゃ少ないんですね。とていうような最上級モデルで作られているパターンっていうのも、この GT は使われてたりとか、あとはパッドもですね、自社開発してあった 11mm のメモリーフォームっていうのを使われていて、非常にクッション性と、あと復元性っていうんですかね、が網羅されたものになってます。ちょっと安いビブショーツとか買うと何回か乗ったら下手っちゃって、全然その反発してこなくなっちゃうみたいなのが多いんですが、 アソスのものは1年2年履いてもです、ね、しっかりと復元してくれるというすごくいいパッドを、ね、作られています。 もちろん、サドルに対しての干渉をかなり軽減してくれるという機能もいいものになってます。で、あとそのね、パッド自体も、彼ら特許を取ってるんですが、ゴールデンゲートって言われていて、パッドとこの生地をね、完全に全部で縫い合わせたいんですね。中をトンネルみたいに空中にこう浮くようなで、で、端だけを縫い合わせてあって、それによって、パッドはお尻についてくるんだけど、生地は別に動いてくれるということで、パッドからの痛さっていろんな痛さあるんですけども、この生地ずれっていうのも結構あるんですよね。生地が足に擦れて痛くなると。パッドと生地をこう、ベタッと縫い 合わせちゃうとそこでのこう縫い目とかあとはその固定されちゃってる分お尻とのこう干渉みたいなもの摩擦みたいなのが増えるんで、まあ、そういったものを防ぐようにゴールデンゲートという特許を取っているようなテクノロジーも搭載されてるとであとはねこのミレに関して一つ言っておきたいのはこちらの、ね、下腹部のこの辺ですねで見ての通り普通のビブショーツに比べてかなりサイトにきてますよねでこれ何かっていうとさっき言ったそのミレの特徴としては腹部を柔らかく包んであげることでしたよねここがやっぱり近くにに来てさら硬い生地になる なるとかなりお腹が圧迫されるんですねでちょっとふくよかな方になるともっと苦しくなってしまうということもあってこれかなりリブのバンドを横に持ってってかつすごい柔らかい生地を使ってます。こういうい感じ なので、ここがふくよかになっても、こうやって伸びてくれて、全然ストレスにならないという作りになっていて、トイレとかもね、すごく行きやすいと。この辺はやっぱりミレならではのまあ配慮というか、作りになっているということになります。で、続いてこの GTS ですね。まあ、この GTS もね、語り出すとちょっと長いくなっちゃうんで、あれなんですが、GT よりはやっぱりいい生地を正直使ってます。ここの股間部分の生地と、このサイドのパネルっていうのも違う生地を用いることによって、それぞれ別の機能として捉えているようなモデルになっているんですね。まあこういった 凝っったことをやってるる分値段も少し高くなるんで、すすがままあ、1万円ぐらい高いい高のかななとう感じになってますで大きくね、違うところ何なのっていうと、細かくはあるんですが、さっき言った生地がまず違います。抗菌防臭機能があったりとか、あとアイストリートメントって言って、黒の生地って、どうしても太陽を浴びるとね、光を吸収して熱くなるっていうふうに思ってる方多いと思うんですが、これはね、そういう風にならないように、なんか結晶の粉みたいのを入れて、適度にこう反射させるんですね。黒という色なんだけど、中の結晶の粉みたいのが光を反射してくれるので、そこまで保温性と というか熱をここの中に溜め込まないっていう風なトリートメントがされていて暑い真夏でも快適に過ごすことができるという記事になってます。あと抗菌性とか防臭性とかストレス性とかは、まあ、この GT よりはもうちょっと機能としてはいいものが使われています。 あとは大きく違うのはパッドです。これ中のパッドが、ちょっとやっぱり GT よりもいいものが使われていて、ウルトラロングディスタンス向けというふうに一応言われているので、これ 9mm と 4mm の2層構造になっているパッドなんですね。9mm の方が、いわゆる低反発クッションみたいなもので、その 4mm の方がハニカムトップシートということで、その 4mm の方がね、なんていうのかな、ちょっと動くんですよ。で、それによってこうサスペンション機能みたいなものを働かせてくれるそうで、なんかそこで機能が違う2層のもので、快適性を高めていると。で、この一番上のところには 5mm 3 d ワッフルというのをね貼ってあっててあこれは両方一緒です、まあ、合計1 8ミ、mm、リぐらいあるんですが約 2cm 弱なんですけどもそれを感じさせないぐらいにうまーいパターンを作られているのでサドル上で何かおむつみたいだなって感じることも一切なく快適に乗ることができます男性の急所の部分もしっかり柔らかい生地が使われてあとこういうベンチレーションの穴が開いてあってですねどうしてもこの辺って蒸れやすくなるのでその辺の群れを軽減するような作りになっていると いう風なのがこちらのになりますでこのパンチング7はね GT の方がないんですねだからそういった意味でも群れとかはこっちの方が軽減しやすいかなという作りになって はい。という感じでね、GTS と GG の違いなんですが、ちょっと今の話だと、自分どっち買ったらいいか分かんないなっていう方も多いと思うので、まあ、本当に初めてア u s 買う方であれば、もう GT でもね、もう十分じゃないかなと思います。もう結構自転車乗ってるよと。で、ビビショーツの良さもなんとなく分かってきたんで、いいものが欲しいなっていう方。あとは、まあ、デイツーリングで8時間以上よく走ることが多いよっていう方とか、まあ、お金別にいくらでもいいやっていう方 <laughs> は、GTS の方を買った方が、機能的には優れてますので、まあ、GTS を買うという選択でいいんじゃないかなと思います。 機能的なものを別にして違い何なんだろうというと gts の方が若干だけコンプレッション強めですそこだけはちょっといい悪いではなくて好き嫌いとしては違うので、まあ、そういったところも一つの判断材料にしてもいいと思います一応じゃあちょっと今回のでスタイルを少し組んでいるので、まあ、その辺をちょっとお見せしていきますまずねせっかくムーンサンドという色なんか今っぽいアースカラーがあったんでちょっとそれでねまず組んでみましたこれはねなんか今っぽい感じですかねアースカラー使ってで事例をね全く同じ色で着てあげると ちょっとこう立体感がね、生まれてかっこいいですよね。こうアンサンブルで、同型でこうやってまとめてあげるっていうのもかっこいいと思いますし、逆にネイビーの字で着てあげて、まあちょっとそれでね、引き締めてあげるっていう着方もかっこいいので、まあ迷うところですよね。まあ本当にこれは意見すごく分かれました。カメラマンとも話してどっちかっこいいかね、なんつっていう感じで、どちらもかっこいいかなと思います。足元は U-DOC の靴ですかね。これミレジー T のソックスですね。で、ヘルメットはね、ジロのアリーズで、アルバオプティクスのトロトスのサングラスをしております。ちょっと これは、ね、なんだろう、イメージとしては今のトレンドを意識したコーディネートになってます。一方で、ね、ちょっとアソスらしい感じではこちらでしょうか。グレーのジャージに黒のウィンドジャケットとで黒のヘルメットに黒の靴という感じで、なんとなく全身黒とか白とかで単色でまとめていく感じっていうのはトラディショナルなアソスのウェアかなと思うんですが、アソスはやっぱりパーツパーツがすごく高級感ってかっこいいですし、冒頭にも言いましたけど、黒のね、色の出し方がすごく高級感があってかっこいいんですね。だから単にこう、黒ずくめの、ね、もじもじくんみたいに全く見えないので、シンプル に決めたい人はこういうような感じでこう色のトーンで見せてあげるっていうのはいいんじゃないかなと思いますでこれ着てるのはミレイのビブショーツにミレイのジャージでミレイのウィンドジャケット で、ヘルメットはね、これもアリーズの黒ですかね。ちょっとここでポイント見せたかったネクストラスのブルーミラーレンズをつけて、ブルーという色をね、足してあげといて、足元はインペリアルのジロのシューズという感じでまとめてます。まあ、これはね、とにかく速そうに見えるので、ちょっとその辺は注意した方がいいかもしれないです。喧嘩売られるかもしれないです。で、最後こちらですね。ちょっとパープルのね、ブラッドのやつ、シリーズのやつをどう着ようかなっていうことで着てみました。実はこれね、ビブショーツのは GTS に変えてます。なんか見た目はね、そんな変わんないんですけど、ちょっと GTS のが がウィーブバンドと生地のね間のところがなんかスムーズになっているのでちょっとシュッと見えるかなって思うんですけどわかりますかねちょっとだけルックス違うかなっていう感じですかねでパープルのブラッドのジャージ着てで上はねもう思い切ってアソスの安全系で黄色のねチーデを合わせてますこれちょっとねモノ団体で見ると派手になりそうだなと思うんですがこうやって着てみるとね意外に自転車の上だとこういう感じってすごく映えるのでおすすめしたい色合わせですでえっとアリーズのヘルメット白ですねでアルバオプティクスのデルタの方をつけてますでなんとなく ここでね色をパープルと黄色使っちゃってるんで、変に靴下とかヘルメットとか色のとこで色使うとですね、ごちゃごちゃするので、残りは全部白の靴下、白のヘルメット、白のサングラス、白の靴という感じでもう無彩色で統一してます。で、ポイントだけをトップスのところ、上端のところに持ってくるという機構なしですね。これもなんかある意味、こういう原色系の派手な色っていうのを使うコーディネートって今トレンドにはあんまりないので、それでアソスらしいっちゃアソスらしいんですけども、あの非常に新鮮でかっこいいんじゃないかなと思うので、おすすめしたいコーディネートです。という感じで、ちょっとね、3パターンぐらいトレンドっぽい 黒をを使使っっっっったたたアアソソススぽぽいいいいももものののでででででうう色色ちょとととと安全色系の派手こ参参考考組んでみまましたので参考になればと思いますはい。というわけで今日の動画は以上となります。いいねと思った方は、いいねの方と、あとチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。これからも絶対必須のブランドバンバン出していきますんで、チャンネル登録絶対してくださいね。あとインスタグラムでも、さっき見せたようなスタイルをね、こうやって組んだらいいよとか、こういうジャージの色はこうやって着たらかっこいいかな、みたいな提案もしてますので、ぜひね、インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いし A show life is like riding a bicycle はい。という感じで、今日はね、アソスのお話だったんですが、アソスね、まだまだ色々トピックスがあって、ちゃんと動画ではやっていこうと思うんですが、ちょっとだけご紹介しとくと、一つがね、エキパーレスっていうさっき言ったレーシングラインのビブショーツが新作が出ます。値段もまあまあするんですが、すでにもうね、結構インフルエンサーの方々には先にこうちょっとお配りしていて、あ、今でも販売も開始してるかなという感じなので、多分そういった方のインプレなんかも上がりつつあると思います。僕もね、実は先に手に入れてるんですが、机の横に置きっぱなしになってますね。<laughs> 早く来てみます。で、これエキパーレスの主塗 ソラディバリっていうね、モデルなんですが S11 という今この辺についての S9 っていうビブパッドなんですが S11 というそのさらに次世代のモデルのパッドシステムがついてるものになりまして、まあ、今のアソスの中では一番最新鋭のモデルになるのかなっていうところで今のアサスの技術を全部突っ込むと何ができんのっていうところを楽しめる優勝ーショツになっているとでこれちょっとね、このシーズンの最大のトピックだと思いますあともう一つがこのミレージ T のシリーズについに待望のロングスリーブが出ますあの今まで 今までねサマーロングスリーブっていうのが非常にこう日本ではニーズあって一回出したことあるんですよアソスでもめちゃくちゃよく売れたんですが日本以外でねニーズがないんですね欧米の方ってやっぱり金持ちの象徴じゃないですか日焼けってなのでなんか日焼けしたいから別にそんなの気にしないて女子もねビブショーツめちゃくちゃ短いですもんねじゃあ同じくアジア圏で韓国どうなのって韓国も比較的日焼けしたいみたいな ですよね、なので日焼けを止めたいからロングスリーブーっていうニーズがなかなかないということで海外ではねでも日本では絶対やってくれと言い続けてねやっとそれがリリースされることになったので今シーズンはちゃんとそれがね色張りも含めて出てくるんでちょっとその辺もトピックかなと思ってますこの2つのトピックまた別途ご紹介していきますのでお楽しみください。